ということで今日は国際通りの中心にあるホテル山の内、ビッグエコーの同じ建物に行ってみたいと思います。ここは初めてですね。どんなホテルなんでしょうか。建物はそれなりに大きいんですけどね。2階フロントロビー、多目的ルームとか。駐車場はないので別で借りなくちゃいけないみたいですね。2階、だそうです。6階って結構上の方か。でも10階まであるな。ここだ。ちょっと、おー、街中にしては広くね。街中にしてはこのスペースすごくね。すげえすげえ、めっちゃすげえと思う。いや、街中で低料金でこれはないレベルでしょう。ないわ。で、確かね、禁煙部屋でセミダブルって書いてあった。これん、セミダブル、シングルにも見えるけどちょっと広いかね。で、見てよこれ、国際通りのドンキホーテがね、見下ろせるという。いや、これなかなかいい眺めだね。いや、素晴らしいんじゃないでしょうか。インフォメーション。インフォメーション。ここはね、お風呂別とかっていうのはないんで、ただの、本当に、素泊まりのホテル。まあ、朝食とかはね、別途、有料であったみたいですけど。明日朝早いので、こう扇風機あるの珍しくない？部屋に。お風呂。で、まあ、よくあるユニットバスだけども、まあ、でも、意外とこの浴槽は広いタイプのユニットバスですね。都内みたいな、ちっちゃい感じではない。で、トイレはウォシュレットで、そこそこ綺麗になってます。古さはそんなに感じないから改装したのかな。壁とか意外と綺麗です。で、問題の、湯量と湯温チェックいつもやらせてもらってるんですけど、これが、お湯がね、熱いお湯が出るかどうかっていうのが私の、この重要ポイントなんで、これで出るか出ないかで、全然私の評価変わるんで。あれ、温度調整機能とかないよね。温度調整機能もないんだよ、これは。ただ、お湯ダメかな。お湯が出るのに時間がかかる。まあ、街中の、ホテルなんで、あ、今まで泊まってたホテルよりお湯が出るまで時間がかからない。あ、しかもそこそこの温度出るね。あ、50度超えた。60度近いかも。あ、 OK。 長らくお待たせしました。この辺なんかもね、改装されてるよね。コンセントこのね、机の上にあったりとか。いや、これなかなかいいんじゃないでしょうか。あと冷蔵庫もここにスイッチがあって、オン。なるほど。温度最強。で、買ってきたアイスコーヒーを中に入れておきましょう。はい、そしてエアコンなんですけどね、まあ、ちょっとある程度コントロールされてしまってる感があるやつ、スイッチね。強中弱切りということしかないですね。ところで、こちらちょっとマイナスポイントで、その他、まあ、ちょっと時計が置いてあったりとかね、非常に
気を使われていいんじゃないでしょうか。ということでね、ホテル山の内かなりおすすめでございます。国際通りでね、ゆっくり飲んで遊びたいっていう人はぜひ利用してみてはいかがでしょうか。ということで高雪のホテル紹介、またね、どこか出かけた際には紹介していきますので、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。じゃあね。